はい、えー、こんにちは。4月の17日、火曜日の日帰り竹部でございます。えー、さてですね、えー、ちょっと今日は早いんですけども、4月の17日、まあ、特別に今17日という日にこだわってるわけではないんですが、え今から10日後に、ま日銀の金融政策決定会合がありますよということなんですが、その翌日から、え本邦ゴールデンウィークに入るというところで、ちょっとこんな資料を作ってみたんですが、ご覧になっていただけますでしょうか。 ちょっと早取りでございますけども、2012年のゴールデンウィークの円高懸念とういうところで、まあ、いわゆるアノマリー的な見方なんでございますけども、主要通貨、アドル円、ユーロ円、えー、5ドル円でございます。えー、これ何を見ているかというと、この緑で囲んでいるところ。 円高に進行していいるとうもちろんですね、テクニカルもしくは1給でそれぞれというような背景を探っていくと、ちょっとですね、この日替わり竹部だけでのご説明はちょっと時間足らなくなってくるんですけども、まずはイメージしていただければと思いますのは、アノマリー的に過去2年間。 円高にゴールデンウィーク中は進んでいるというこの事実、そして2012年がどうなるかというようなリスクにまずご留意してくださいというところが、えー、今回のポイントでございます。えー、まあ、それぞれですね、まあ、2010年、2011年、えー、まあ、1年前、2年前何があったのかなと、私も昨日、おとといのことすぐ忘れてしまうんですけども、2011年のゴールデンウィーク中といいますと、えー、オサマ・ビン・ラディン、えー、まあ、これアルカイダの容疑者が殺害されたと、まあ、米軍からの 教習によってというところでございましたけども、えー、当然、リスクオンというような形で、えー、その後なったわけでございますけれども、 えー、やはり高値警戒というものもございましたし、えー、いろいろな、まあ背景、ファンタメンダルズあって、まあ下落していったという事実でございます。えー、2010年に関しては、この時からはもうすでにギリシャ問題が起こっておりましたね。えー、ギリシャ問題のも当然、えー、いろいろな各施策、IMF 等の施策によって、えー、リスクオンというような形になっても高値警戒感からまた、ああいう、 売らされたというような状況だったと思いますまあそれぞれですねお取り組みの通貨に関してはマーケットのトレンドその当時のトレンドというのをぜひですねそれぞれ大変申し訳ございませんがご確認していただければというふうにして思いますがいずれにしても一番言えるということはですね特にクロス円お休み期間中であるからこそですね流動性が低下していてなおかつクロス円でございますので値が飛びやすいという状況にあることここをですね一番ご留意して いただく必要性があるのかなと思いますマーケットはですね。東京市場だけお休みですが、その他の主要市場は通常通りの営業ま。もちろん、岡三オンライン証券のこの fx 取引も通常通りの取引ではございますけれども、本邦税が通常よりも。 え、少ないというところから、流動性が低下して、値が飛びやすいというところ。これは、毎年毎年変わっておりませんので。え、まあ、今からもう10日後、10日先に約2週間ぐらい先でございますけれども、巷またからですね、え、ゴールデンウィークどうするのっていうような話がポロポロっと聞こえてきたものですから、今回はこういったお話させていただきました。え、また、ゴールデンウィーク近づくにつれてですね、そういった、マーケットの兆候が出てくるかもしれませんが、え、また改めてですね、ゴールデンウィークの動向、こういったものもご案内させていただこうかと思います。 以上、4月の17日火曜日の日替わり竹部でございました。